スノーマン渡辺翔太、パセリのような存在と感じた過去恋愛見語る。モデルプレス2023-07-27スノーマンの渡辺翔太が31日発売の AERA8 月7日号の表紙に登場。インタビューでは、ますます充実する個人活動とともに、自身の過去の成長や最近感じた変化について率直に語った。渡辺翔太、 自分をパセリのような存在と感じた過去告白渡辺が春先にやってみたいこととして挙げていた美容、演技、舞台に関する仕事がこのところ相次いで発表された。インタビューでは幅を広げている個人活動についての思いだけでなく出演中のドラマウソ婚にちなんで自身が演じる振動との共通点や同様にパセリのような存在だと感じていた過去そして恋愛観について 言葉を飾るることなく語っているまた、スノーマン発のドームツアーを終えて、立つ環境で変わることを身をもって実感したという渡辺が知った、もう一個違う自分とは、表紙フォトグラファーの蜷川美香も絶賛した、美容を極めた肌が美しい写真の数々、全身白の衣装に身を包んでのクールなスタイルも披露している。